はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。10月は17日の月曜日になります。時間は間もなく11時、今10時45分ぐらいですね。さて、月曜日で明けました。日経平均は思った通り下げて始まってますね。今331、これ戻すんちゃうかなと思いますね。で、ドル円動いてませんね。 148.60、最初円高方向に行くんちゃうかなと思ったんですけどね。介入が入って、まあでもアメリカのね、金利がね、4に乗ってますね。 4.004 になってますね。原油85、これはちょっと高いんですか、ちょっとだけ。その他目立った動きはなさそう。香港まだ空いてませんね。空いてるのか、空いてますね。121下げてます。はい、そうですね、目立った動きはないですね。注目ドルウォンですけども、まあ予想通り出足好調でですね、1438とウォン高に触れています。まあそうでしょうね。朝から出てくると思ってます。出てくるはずですからね。そのウォンの国の中央日報でございまして、あれですね、これは今日の9時53分ですから、まあ、1時間ぐらい前の、記事。韓国企画財政部世界的格付け会社、韓国経済は通貨危機当時と違う評価と、まあこれそういう評価を受けたというふうなタイトルですね。ちょっと読んでいきましょうか。企画財政部が、国際格付け会社が韓国経済に対し1997年と根本的に違うと評価したと明らかにしたと。はい、いつもの通りだと思います、これは多分。世界的な経済不確実性が大きくなる中で、韓国は堅調なファンダメンタルズを維持しているという評価を受けたというのが企画財政部の説明だ。企画財政部の説明ですね、大谷国内さんの。格付け会社がそう発表したわけではないんですよ。そこのところがいつもの通りのミソですね。企画財政部が16日に明らかにしたところによると、チュ・ギョンホ副首相は13から14日に、米ワシントン DC でムーディーズ、フィッチ、S&P の三大国際格付け会社と会い、これね、こう書いてあるんですけど、これ3社を集めたんですかね、それともこの副首相が3社を巡ったんですかね。それによってだいぶ違うんですけどね。韓国政府の経済政策方向について説明したチュ副首相は、格付け会社側に不確実性拡大に対応し、物価民生安定に重点を置いて経済を運用しているとして、家計負債と不動産市場安定化、輸出競争力強化とエネルギー効率化戦略などを通じた貿易収支と経済収支の構造改善案などを紹介したって、何言ってるのかよく分かりませんね。三大格付け会社は最近の韓国経済に対し、1997年（通貨危機）とは根本的に違う、対外健全性に対する良好な見方に変化はないと伝えた、という点のは企画財政部です。また韓国は他の国より不確実性の余波が相対的に小さい方であり、不確実性って何なんそれ。こういうね、曖昧な言葉をね、使ってるところがね、怪しいね。いかにも怪しいんですよ。相対的に小さい方であり、優秀な競争力と堅調なファンダメンタルズを維持されている。まあ、こういう非常になんか曖昧もことしたですね、大丈夫、大丈夫という人と一緒ですね。と診断した。企画財政部によると、格付け会社は韓国の対北朝鮮、韓国の北朝鮮リスクと財政準則などに関心を示し、チュ首相は民間企業を市場中心の経済運用、健全財政基
基調への転換など政府政策を強調した、まあ、うにゃうにゃうにゃと書いてありますからこの辺でやめましょう。要は大丈夫だよ大丈夫よって言ってるだけなんですね。これ読むと具体的なことはですね何もですね、言っていない。で写真を見るとS&P のダグラス・ピーターソン会長と面談している。これは IMF 本部ですね、国際通貨基金 IMF 本部で S&P のダグラス・ピーターソン会長と面談。これは要は儀礼的に向こうはですね、あの企業のトップを差し出した、差し向けたんでしょうね。あの、あれですから一国の副首相が来てるわけですから、はい。まあこの記事の内容はね、大丈夫大丈夫と言ってるだけなんですよ。あの1997年当時とは違うと、うん、大丈夫よと、ファンダメンタルズとか不確実性とか曖昧な言葉を出してですね、違うんや、大丈夫や、今回は大丈夫やと言ってるわけだって、曖昧もことした言葉を出して大丈夫大丈夫と言ってるだけで、具体的な数字は何も現れてませんね。で具体的な施策も現れてませんね。政府の財政をこう改善基調でとか、なんかわけわからん言葉を言ってる。あのね、そもそもね、あの一国のね副首相ってナンバー3ですか、あみたいな方がですねアメリカまで出かけて行ってですね、格付け会社の人々にですね、うちは大丈夫やからと説明して、説明したということ自体がですねかなり怪しい。そのこと自体が怪しいよ。何もなかったらそんなわざわざね、行く必要ないわけですよ。で何もなかったらわざわざ格付け会社が大丈夫やって言うてるということを発表する必要もないわけですよ。なぜそうなってるかっていうと、そこにはですね韓国のですね経済財政等について不安を持つ人がたくさんいるからなんですね。その不安を持つ人はですねウォンを打ってですねウォンはどんどん安くなってると、うん、それに対してこれをなんとか防がなあかんという、お隣さん政府側のですね焦りの裏返しがこれなんですね。でここでの味噌はですねいつもの通りなんですけど、あの人たちの、あの向こうが言うたということをこっちで言うてるわけですね。格付け会社が韓国経済は大丈夫というふうに発言したというふうに発表してるわけですね。本来これはですね格付け会社側が発表すべきことですね。韓国国債に対する格付けは変わらずとか、保守的とかね、ネガティブとかですね、そういうことは向こうが発表するのだって向こうの仕事なわけですよ。それをわざわざこっちのねお隣さん側がですね格付け会社がこう言ってくれはったんやということを発表してるわけだって、もうそれ自体にですね弱さがかなり滲んでるのではないかなという気がします。基本的にね1997年とね今とねお隣さんの経済構造はねそんなに変わりませんよ、はっきり言うて基本は製品輸出なわけですね。で、97年と今と何が違うかっていうと財閥の数がだいぶ減ったんですよ。だから弱っちい財閥がだいぶ淘汰されて強い財閥だけ残ってるという感じ。まあそこがね変わってるといえば変わってるんで、前よりかはですね企業の体力という点に関してはですね強くなったと思います。で競争力もですね、まあサムスンが巨大な半導体の投資をしたんでそういった部分で強くなったというふうに思います。ただしですね基本的な構造、つまり世界のトップ技術を持ってるかというとそれは持ってないですね。25年前も今もですね日本やアメリカの小判詰商法をやってるわけであって後にくっついてってですねモンキーモデルを作って安く売るという構造は変わっていないわけであって、世界に基幹技術をですね輸出してるかって、基幹技術で作った何かを輸出してるかというとそれもほとんどないわけですね。だから韓国独自でですね何から何まで全部できてるようなものがあるのかというとそれもないわけですね。サムソンのスマホにはですね日本の部品がいっぱい入ってるわけです。そういったですね基本的な技術力のなさ、部分的にあるんですよ、部分的にあるんですけども総合力のなさということにおいてはですね1997年の
通貨危機当時も今も変わらずというところですね。ただまあ経済規模が大きくなっていろんなファンダメンタルズが少しずつ整ってきてですね、97年よりかはですね、ややあれですね、安定感はあるというのは間違いはありませんけどね。ただ全然違うんや、今回そんなことで心配してもらわんでもいいというところまでは全く行っていないなと。だから一国のナンバースリーがアメリカまで行ってですね、向こうの民間格付け会社に大丈夫やで大丈夫やでって言わなあかんと、まあそういう構造だであるということですね。ハリマーセンドで探してください。中央日報でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。